まずは吉岡エリカを演じられましたシムウンギョンさんです。皆さんおはようございます今日天気がちょっと悪いんですけど、お足元悪い中来ていただいてありがとうございます。吉岡役のシムウンギョンです。皆さんどうご覧になったのか気になります。私も今日初日舞台挨拶でかなり緊張していますが、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして杉原拓実を演じられました松坂桃李さんです。はい、皆さんどうもこんにちは。本当に貴重な時間の中、この作品見に来てくださって本当にありがとうございます。非常に皆さんの感想が気になる作品だなと思っております。今日は短い時間ですが、最後までどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして杉原の妻夏美を演じられました本田翼さんです。本田と申します。今日はこの早朝の映画の公開見ていただき本当にありがとうございます。そうですね、短い時間ですけどもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして吉岡の同僚倉持を演じられました岡山天音さんです。おはようございます。倉持を演じました岡山天音です。今日は朝からこんなにたくさんの方にご来場いただけて本当に嬉しく思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして杉原の先輩神崎を演じられました高橋和也さんです。皆さん雨の中、ありがとうございます。非常に勇気のある映画にこれだけ勇気のある皆さんが来てくださって嬉しいです。今日は皆さんと少し短い時間ですが、楽しんでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして吉岡の上司神野を演じられました北村幸也さんです。皆さんおはようございます。本日は足元悪い中、こんなに大勢の方に、来ていただき誠にありがとうございます。見た直後ということなので皆さんが、そのね素敵な余韻をぶち壊さないように、気をつけながらちょっと優しいひとときになればなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。そしてこの映画の監督脚本も務められました藤井道人監督です。皆さんは、脚本監督の藤井道人です。足元の悪い中、そして朝早くの上映にもかかわらずこれだけ多くのお客様に見ていただいて本当に光栄でございます。シムウンギョンさんにお伺いしたいと思います。数々の韓国映画に出てらっしゃる素晴らしい女優さんなんですけれども、日本での初の主演映画の初日をこうやって日本で迎えられて今どんなお気持ちでしょうか。そうですね、実感がないですね。やっと公開になって、去年の12月に撮影してから季節も変わって、今劇場で立っていることが不思議です時間の速さをすごく感じています。この映画を通して皆さんに何かを感じていただければと思っています。ありがとうございました。さあ続きまして松坂桃李さんにお伺いしたいと思います。はい、完成披露試写会でこんなことをおっしゃってたの私も覚えてます。この作品はどういう作品かという言葉が自分の中でなかなかまだ見つかっていないという、言葉がございましたが、改めてこうやって時間を立ててみて、そしてこう初日迎えられて何かこのこと映画を表現する言葉見つかりましたでしょうか。そうですね、本当考えたんですけど、やはりまだ自分の中しっくりくるものがなくてですね、その言葉が、やっぱ最終的に思ったのが本当に皆さん その見てくださった方 その感想がなんかこの映画の全てかなっていうことに自分の中では着地した感じですかね。
でさっき舞台挨拶上がる前に聞いたんですけれども、この新聞記者 の, そのホームページのが、どうやら昨日とかかな、なんか パンクしたらしくて、その皆さんの感想がすごく多くて、なのでそれぐらいやっぱりこう熱量のある作品なんだなっていうことを改めて実感しております。すごいですね。シムさんも今ね聞いてびっくりしてますね。あ、なんか サイトがパンクになる、パンクして、あそこまで知らなかったんですけど、僕も今知りました、はいはい、今なんか満席で私正直驚いたんですけどなんかサイトまでパンクになったのがちょっとすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、たくさんの、はい、感想、これからもね皆さん見届けていきたいと思います。では続きまして、本田翼さんにお伺いしたいと思います、はい、国を支えるエリート官僚、横にいらっしゃいます松坂桃李さん、はい、今回あれですよね、実は初共演になるんですよね。そうですね。そうですね。でいかがでした、共演されてみて。本田さん、まず、はい、松坂さんへの印象でしょうか。静かな方です。とても落ち着いていて、こう一緒にいて、一緒にいる時間が長かったんですけども、喋らなくても平気と言いますか、そんな、いや、居心地のいい雰囲気を持っている方です、一緒にいて、はい。なんかシムさんも今激しくうなずいてましたね。そうですね、私もそう思っています。あ、はい、よかったです。そうですね、そうですよね。なんかあまり喋ってなくても平気っていうすごくいい俳優さんだと思っていますいいですよね、なかなかそれないと思います。 あまり喋りませんすいません、本当に。でも噂によると、なんかゲームの話で盛り上がったとかいうのを聞いたんですが。ああ、そうですね、はい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 、カードゲームをやられているようで。そう、はい、そうですね、しましたね。私も読みました、どっかでなんかゲームが好きっていう、はい、合ってます、合ってます、はい、大正解ですね、はい。一応なんかこの映画のテーマ的にそこを触れないでおこうと思って今あえて触れなかったんですけど、うんうんうん、そうなんです、ゲームの話をさせていただきましたね。そうですね、はい、そこでさらに距離は縮まったという、まあ、夫婦間の仲はそれで出来上がったような感じでしたかね。あの夫婦はそれでできてますわかりました、ありがとうございます